知ってるわ。あなたの異能は外見だけしか変わらない。せめて最後は可愛らしく。ああ、かわいそう。あの時余ったわずかな血、イズク君からとっても信頼されてるお茶子ちゃん。いいな、いいな、私も好きな人に近づきたいよ。あなたの言葉をくださいよ。私もあなたみたいに。警察ヒーローに追われる毎日、嫌が応にも周囲の挙動に過敏になった。女子高生のふりすると世間はちょっぴり優しくなった。捕まらないように、捕まらないように、捕まらないように。お茶子ちゃんの個性が使える。なんで彼女の個性届では確かに外見だけと。まさか今伸ばしたとでも。死への恐怖が異能を。私は恋して生きて普通に死ぬの。私はもっと好きになる。